ふとの忘れてた。ええ。あ、大丈夫、今から今から今撮った。ええー。頭忘れてた。あ、久々に。こんばんは、大人はずおぎです。大人はずおぎです。ケーキ食べちゃった全部。あ、まだ。あ、よかった。それは桜ママの、はい、桜ママさんと週刊さんの差し入れの、はい、週刊さんもちょっとアップアップ、ありがとうございます。いっぱいじゃがま、じゃがま、あ、それはね、商品は今日のアーカイブのギターレッスンの、ギターレッスンの時にね全部出してるから、うん、それを見てくださいってことをこれで残しとこう、はい、で、これはその時、はい、には出てないチーズですね。はい、いきます、はい、じゃあまずは、はい、あのメインケーキの本当、本当はしょってるよ、これは。ちょっとどんなエッセンスかだけ、はい、で、はい、この後メインステージを見てもらって、はい、みーちゃんが選んだ鉄道写真1枚から、はい、大人の時間の音楽番組に戻すと。はい、はい、じゃあいきます。はい、どうぞ。それでは VTR スタート。いよいよビッグハットです。じゃじゃん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 じゃ落とした。なんで私の方の中に渡したんじゃんか。あずみが今日は何ステージありますっけな。何3ステージです。メインステージ以外のステージです。メインステージじゃないステージをやります。はい、今日はそうです。お、そしてもう見えてきました、ビッグハットが。ここでビッグハットってその名の通り大きい帽子だそうです。私落ちているけど、帽子の形をしたしてるからビッグハットハットです。駐車場、え、なんか中の秋ご丸ごと秋祭り臨時駐車場、その点でいいから、どうでもいい、はい、私変な人絶対叫びはいるから撮っちゃダメだよ。消してくれよ、おもんないとこ消してくれ。おもろい、おもろい。ちょっとさ、ここの道やめよう、ここの道やめようよ。恥ずかしい。ピン取れたよ、帽子に。マジでしょ。うわぁ。食べて一回。ごめんさんでした。ここは。せーの。じゃあ。すごいです。有名人のお店がずらずら。春ないの、春のお好み焼き、みんな食べて欲しいのね。あ、やろうよ。春ないです。私の地元、なにわの味を、美味しいお好み焼きをぜひ食べてください。本日はありがとうございます。すごい。ででん、じゃあ行きますか。はい、行きますか。ここ、はい、言うよね。いいですね。ありがとうございます。言うよね、いただきました。いただきました、言うよね。でも一周回ってこよう、これ。いただきバーガー。おいしそう。おいしそう。やばいです。あ、たこ焼き最高。いい匂いする。超いい匂いする。まだお客さんは入る前ですね。はい、舞台袖です。まもなくです。緊張してます。何これは。はい。こういう生でやったら、しゅうかみさんとか喜ぶんだろうね。はい、舞台監督さんです。生でやる、やってもいいよ。でも来ない。いいよね。あ、就活は来ないんだ。あ、知らない、わかんない。はい、舞台監督さんの指示のもと、ちょっとステージ。はい。はい、まもなくです。はい、頑張ってね、ほのかあずみね。はい、ただいま気仙沼の社長が喋ってます。通常ステージはこれの倍あるんですが、ここまで、多分震災の関係でちょっと規模を小さくしてます。ただほのかとあずみにとったらいい経験になるでしょう。あずみは
スタムで。アズタン、アズタン、頑張ってアズタン。ホノタン、頑張ってホノタン。頑張るでしょ。はい。明るくいこう。アズ明るくだろう。はい。はい。お。大丈夫いい大丈夫大丈夫はい、はい、どうぞこんばんは終わって置いてきました今横したで、はい、みちおちゃんもあやなちゃんもあやおえにギリギリ間に合いましたよかったよねよかったよかった、すごいよかった、ねえ声も出ましたね、はい。サワさんどうでした、ね、すごく良かった、ね、うん、2人ともこうよく出てた俺もね、今日は90点あげる、90点集まって、みんながほんとブワーって見てくるはい、ブッサン行きますブッサン乗って、で、ブッサン見ながらこれ見る、はい、あ、あれちゃんちょっと見た方がいいんじゃない子供のやつで、すごい上手いらしいはい感じで。うん。本当はね、細かい、細かいのがやるんだけどね。なんか本番始まったらもう終わったけど、ね。終わっちゃいました。それちょっとね、今日見せるね。お。じゃあもう行っちゃおう時間。あ、はい。ラスト。はい。あ、あれ。あれなんか、ね、今ちょっと空回り。90点。でもあの舞台袖のあの映像いいね。なんか緊張感が伝わるよね。映ってないけど、はい呼ばれたじゃん。あずがね。あずらしからぬ、寄ってくんのよ。伊藤さん、伊藤さん、え、まあ、どうしたもう一回見せて大丈夫って言って、MC ライブを、オッケーって言って、ばっやっぱりよっぽど緊張してたの。すごい。でもね、あの、テクニカル、まあ、強力スタッフ参考って言って、長野県ではまあ、大手のね、テクニカルスタッフなんだけど、どこのプロダクションの子ですかって言われてたから。で、やっぱり司会の曲穴の人たちも、すごい褒めてくれた。うん、でも本当にね、あの、後藤くんが、ブスさんにいたんだけど、一番奥に。リクちゃん高田、うん、もうね場の空気変わったっていうぐらいにいや本当に俺もそう思ったよあの 身内ながらあんまりそういうこと言わないけど、うん、いや本当によくやったと思う、うんうん、じゃあ、メインステージの方ちょっと見てもらおうかなはい、はい、それでは、はい、VTR スタート一つのブースですね頑張れ陸前高田のブースでこちらは可愛らしいゲストの方に紹介をしていただきたいと思いますこちらから紹介していただきますのはキッズステーションクラブのお二人アルバホノカちゃんと赤堀かずみちゃんということですねでは一つステージ途中までお進みください皆さんねぜひ可愛らしいお二人ですので応援をしていただきたいと思いますどうぞ皆さん、こんにちは。こんにちは。私たちはキッズステーションクラブ、略して KSC のほのかです。あずみです。私たちは毎年南箕輪村で行われている子ども地球サミットに出演をしているエンターテインメントクラブのメンバーです。ですが、今年は東日本を襲った未曾有の災害があったため、子ども地球サミットの開催を中止し、そして代わりに東日本大震災復興支援プロジェクト明日はきっとやってくるを立ち上げさまざまな支援活動を行っていますまずはその支援のテーマとしたオリジナル曲明日はきっとやってくるをお聴きください今回はここビッグハットや隣の浅田市民文化ホール2階ギャラリーでは頑張れ陸前高田をテーマに復興支援ブースを設けました津波で流された陸前高田の駅前商店街の
でしたね。どうぞ改めて中央の方にお越しいただきまして、ぜひねブースの方にも皆さんお越しいただきたいと思います。ご登場いただきましたこちら気仙沼からお越しいただきました原田商店の原田社長、ちょっと誰司会者と、もう一人、もう一人ですよね、気仙沼の気仙沼の、やっぱりブッサの社長さんが、あ、なるほどね、うん、ですごい喜んでくれてて、うん、で違うの、あの後演出的にはさよだって履けるじゃん、で俺だから袖にお疲れって言いに行こうと思ってパッと行ったらまた戻ってんのよ今司会者に止められてるのほんで今度履けるタイミングも違ってはいって言ってて、うんめっちゃくちゃ面白かった。まず安住、はい、お疲れ様、お疲れ様でした。まずはね、今日もうまあ、あずらしい、ね、えらい、えらい、よくやってくれました、うん、まあ、ほのかもね、すごくよかった、ね、いや、二人ともすごい、ねえ、もういきなりほのかのさ、こんにちはからが、うん、ああいうことがなかったもんな、それまでステージで、うん、私その時に2階の会場で、うん、このいろいろ、うん、仕事をしてたんだけど、うん、でも曲が聞こえて、あの明日きっとやってくるの曲を聞いて、ちょっとすいません行ってきていいですかって言ってたら、こうずっと見てたら、あずみちゃんが、うん、分かりましたよ、しみさんだったのって、余裕だよかったと思って、あいつ余裕かましてたんだちゃんと全体を見て、確かにすごいカップのギャラリー、あの、うん、2階のギャラリーのところは確かに私一人全身黒でこうやって乗り出してるから、確かにそれはそうかもしれないね。すごい。でもあずみちゃんが見つけたのはすごかった。うん、なんかこう見ててもね、すごい、うん、今までのステージとまたちょっとね、違うよね。そうだね、あのモニター、あのテクニカルもやっぱりね、長野県ではやっぱり優秀な人たちが来てくれたから、すごく丁寧だったし、まあでもやっぱり沢と一番俺ね、その中でも感動したのはやっぱり清水さんもそうなんだけど、沢井も清水さんもビッグバット慣れてる、だからもう場所になんていうの、あ、こいつらこのでかい会場にすごく馴染んでるっていうの、やっぱりすごいスタッフとの信頼関係あるし、沢ちゃんが袖にパーンって出てくれてもテクニカルみんな挨拶に来るもん、まあその中で俺とかね一緒にやらせてもらうから、それはうん、もうすごい環境よね。もう音響さんなんか、舞台監督と音響なんか俺のとこ演出家が来てるって、でだからえらいすごく立てて紹介してくれてるんだと思うんで、もうすごいもう挨拶来て、でここでこうでこれで OK ですかみたいに、もう、うん、で完璧にやってくれたと思う。沢さんがねしっかり作ってきた環境ですよね。いやー素晴らしかったよ。もうだからこの短期間の間に、うん、こんだけ陸前高田とやり取りしてっていう、もう本当に、楽屋のケータリングも含めて、いやもう本当に素晴らしかったですよ、子ども地球サミットチームは。で子どもたちがそういう意味で何ていうかな、やっぱり長野県のテレビ局の人たちとか大手の人たちがやっぱりびっくりするのは、こういうパフォーマンス見たことないみたいで、だからいつもダンスとか太鼓とかとか、だから自分たちでオリジナルを歌うとか、で MC してとか、で陸前高田を自分たちでやってるとか、そういう意味ではなんか、うん、やりがいあったんじゃないかな、はい、だからよかったよ、ほのかもな、歌上手ななってるよね、そうで惹かれてきたもんだって、2階の方で見に行ったもん。あ、のりちゃんも来た。あ、のりちゃん、こんばんは。こんばんは。映像はだからね、本当にあの歌よかった。で、奥まで言葉全部聞こえてたし。最初はね、あずみちゃんかな、ほのかちゃんかな、歌詞間違えちゃったね、ちょっとね。でも全然気にならなかった、本当に。そうだね、俺たち知ってるからだからね。全然気にならなかった。よかったよ。まあ俺は、まあ、メインステージもそうだけど、一番まあこの今日はこの映像終わるけど、今度また見てほしいなと思うのは路上のライブかな。でそこにはね、障害ダウン症の親子が来てさ、でもうその子が俺のギターのとこに来るわけよ。ですぐ分かるじゃん。で終わってからも家族がすごい感動してくれてさ、で今度逆に気を使ってお父さんが話そうとすると、いやいやいいですよって、ずっとその子供たちと遊んであげてたら、今度安住とほのかが音楽療法っていうのをちょっと勉強させてもらってたから、あのこの子たち音楽好きでっ
ていうような話をお父さんとしてる様子を聞いてるじゃん、うん、であいつらがポーンとチャリティーバザーのグッズから音楽系の音鳴るやつとかトランペットとかボーン持ってきてプレゼントしてあげたりとか、へえ、うん、とか福島から要は避難で来てる人も来て、うん、でその人はちょっと推しっていうかな、うん、ちょっと耳が聞こえない人で、その人も津波の写真展見に来て一生懸命あずとほのかに福島の現状とかいろいろ語ってたりとか、うん、なんかねやっぱりね外でやるっていうのはそういう出会いがあったりとか、うん、面白かったね。で実はギャラリーの奥に音響とか全部セットしてたのよ、うん、であずとほのかは本当はギャラリーの中で1日3回ルーティーターディナーとな、でもあこれは人もいないなと思って、まあ最後はいたんだけどね、で路上ライブに変えたわけよ急遽で。じゃあでもビッグハットを見た後にどうしても見たいですって来た人がいるわけよ。でよっしゃこの人のためだけにやろうぜって言って初めて音響を使ってやったの。そしたら会場にまた不思議なもんでまた集まってきたりとか、なんかねいろんな勉強になったと思うね。すごく楽しかった。レイナちゃんもお休みだそうです。あ、レイナとかね、レイナとかも手伝いに来てくれてメアとかね。よし子供時間終わり、子供時間よし、ほのかいていこう。ほのかほのかちゃんはほのか最後までいるよね。ほのかはね大丈夫、あのこれね中学生のふりした大人なんだだから中学生の会話してて中学生と話合わせじゃん、けっけーって言いながら腹の中でけっけって思ってるやつだった。いやほのかちゃんこれだからね精神年齢は実は二十歳ぐらいだと思うよ。すごく二十歳になりたがってるもん。うちと同じし、打ち上げしたい。朝まで打ち上げしたい。大人と同じように朝まで打ち上げしたい。だうちの昔と同じような感じだ。あ、そうだな、お前な。うん、大人の中で。はいたいって。いたもんな。うん、ほのかそう。楽しいですね。はい。じゃあ、じゃあ行きますか。大人の時間。大人の時間。まずは、みーちゃんが選んだ。ちょっとこれ突然ここから組の皆様お待たせしました。お待たせです。鉄道、子供地球サミット鉄道部部長が選びました。あれ私部長だったっけ。そう、はい、組長今日の一枚。はい、今日の一枚はこれね、どうでしょうか。じゃじゃん、見て分かる人はどうでしょうか。多分ね、黙っとこうよ、絶対つぶやくよ。あのトネームさんと、あのむしろねこれ聞きたいんですね。何ってあ、これね実は長野駅で撮ってきたんですよ。色がかわいい。色目がこのね、あ、本当だ、黄緑色ってあんまり見たことなくないですか。ね、しかもなんかメガネかけてちょっと賢い顔してるじゃない。メガネかけてね賢い顔してますね。そうですよね。これねちょっと全体がメガネかけて賢い顔してますよね。メガネかけて賢い、ね、あっちだけだ、賢い顔してる。わかりますか。 110K ですね。だって高さ、あ、本当です。キハ私のとこまだちょっと来ないんで。来た、あ、キンバさんも110、飯山線。みんなクイズ番組やってるみたいな。すごいねやっぱり。何これ。だって長野県に住んでるな俺たちの方も答えなくて。これね、イギリス色がまたいいですね。そう、あのキンバさんのね、あ、キンバさんこんばんは、あのそう、その通りで飯山線なんですよ。おで、2両編成でね運転してるんですけど、エンジンがね、エンジン音がすごいんですよ。こうゴーってゴト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 って、あっちの雪深いところへ行くので、ディーゼルみたいに、なんていうんですかね、そういうのはちょっとよくわかんないんですけれども、そう、非電化の区域で活躍している車両です。トレイムさん、そうなのです。で飯山線の電車がそうたまたまね出くわしたので撮ってみたんですけれども。なるほどね。はい、すみさん、そうちゃん来てる。この黄緑色いいですよね。この110系っていうのはなんで110系ってわかるんだろう。ちょっと110系って何なんだろう。ちょっと110よくわかんないですけど、110番代目に作られたとかじゃないのかな。系統ってことは あれじゃないの、なんかあの電車の後ろとかに書いてあるやつじゃなくて、
そのケルトンって何ですか？そう、なん、なん、書いてるけど何なの？そう、ね、で、トレイムさんがそのディーゼルなので音がすごいですって。私も1回だけ乗ったんですけど、すごかったです。は、早いって言ってる。ですね。来た。すごい、20メートル車両運転だよ。いや、111系は。運転だ。トイレ付き、112系は。トイレなし。トイレなし。崖もほぼ同じ。すげえ。すごい。ザカさんってすごいね。この車両っていうのはやっぱ飯山線だけなんですかね。他の払い下げとか。やっぱりそうなんですかね。あの例えばこれが 何々県で走ってるとか、そういうことは。でもやっぱり今どんどん来るんでしょ。東京の売られたりとかして施設の払い下げってこと。ああそういうことですかね。あ、来た。トレイムさんも、やっぱみんな行ってますね。早いらしいですよ、すごい。あ、早いっていうのはこれあので速度が、そういう意味ね。早い、そうです。あ、答えが出すのが早いじゃないんだ。あのほのかちゃんは多分それなんですけど、そうだよね。他の人たちは皆様が速いっていうのは多分これスピードが速いんだ。ほのかは全然ついてくるんだ。話題に。そう。なるほどね。なかなか可愛かったですよ。金橋さんがこのタイプも約20年前ですと。JR 東日本管内ではいろんなところにあります。やっぱじゃあいろいろあるんだ。このうぐいす色かわいいねえ。で今日ちょっとこの写真撮った時は結構天気が良くて、うん、この白とね緑が本当にこう日が当たってねすごく綺麗に見えたんですよ、うん、これ正面から撮ったら正面あの真正面参考まで見てる、うん、かわいい顔してる。この親父さんが確かに林師匠もメガネをかけて賢いですよね。賢いですよねっていう後のこの絵文字がこのタイムラインで俺こんなの初めて見たけど、この絵文字っていうか顔か何これ。これ文字化けですね。文字化けです。文字化けこれ。この絵すごいね。この絵なんかたまに出てきますよこういうの。憎たらしいわこの。そうで今日はちょっとねこの本日1枚でおしまいなんですけれども。はい。はい。いやいや素晴らしい。すごい。一番最初は釜石専用の急行用に作られ90年代の JR 東日本標準車両として新設されました。ちなみに飯山線は一部の車両だけ、転籍できてそれ以外は新造車両です。詳しいなみんな。詳しいです、ね、たくさん来ました。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。すごいね。先ほど議長のね素敵な一枚を見せてもらって、これエイドねどん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 来週そうですね。ちなみに今のやつって持ってるんですかね皆さん。絶対持ってると思ってる。もうね、そうだね、相手にも伝えてる。やっぱそうなんですよね、きっと組長が撮ってるよりも、うん、いい写真を撮ってるんですよね。って言われるものをやってくれよ、うわーって。ちょっとなんか、私カメラでない。よくなかったわけではない。でも、でも、ビーちゃんさ、撮影してるときに、あ、みんなになんか徹子とか思われないの。なんかね、この時間帯すごい空いてる時間だったんですよ。でね、車掌さんが、みんな出ててね、勇気いりました。で、車掌さんのメモなんですけど、中に乗ってるね、お客さんがいるわけですよ、うん、でお客さんが映るじゃないですか、止まってるから。それもねお客さんみんなこっち見るからそれがちょっと恥ずかしくて。撮ってるよ。そう撮ってるよって。ちょっとこうしために iPhone こうしといてこうカシャンってあんまりこうやって撮っちゃうと乗客の方もどうかなと思ってそう。あれほのかちゃんもこの絵文字出てきたよ。本当だ。ザカさんが、うん、このあ、ティッシュ箱だって。なんとなくわかります、ね。わかるわかる。まあマッコクジラとかね、ティッシュ箱とかなんかいろいろね。マッコクジラね。ね。はい。ということで本日の1枚終わります。はい。また次回の音の葉で。そうですね。ご紹介したいと思います。2週間後ですね。はい、2週間後にまた。じゃあ今日、11月入ったんで、まあ、大人つむぎらしく音楽番組にしていこうということで、まあ、トークは当然あるんだけど、
まあ今日はマイカちゃんせっかく来てるし、で今日はギターレッスンがなんとない7000人、そう7300人か。なんか喋り出したら急にこう増えたみたいなね。ユーストリームのトップに取り上げられて、で今日客にいなかったもんね、ユーストのトップが終わってから。ずっとで休憩の間に実は今後の前から独演の話をしてたんだよね、うん、それをまあ森さんとかいろんな人からアドバイスもらったやつとかで、うん、前にね、でそのみんなが知ってるギタリストが通る道の曲とか、うん、とかいろんな話してたんだよ、うん、でそれをいいよねとかって言ってちょっとそういう話してたら急にまた人が入ってきてさ、で今度おすすめライブに取り上げられたら急に200人ぐらい超えたの、ね、200人も超えたんだ、うん、ど同時200は行ってないかな、どうしたいや前から200超えたと思う。あ、本当、うん、まあ、とりあえず合計で7000なんで、面白かったよね。武道館でもきっと、ね、武道館で楽天理論やってますね。ギタリストの人からするとそういうやっぱほらギタリストの通った道みたいなある ね、 ね、きっとこう見て、ね、聞いてても皆さん楽しくそのおっていうそのいう話題に来たかっていう感じで、そうそう多分そうだと思う、そうだと思う、だってなあ大谷さんでも盛り上がってたもんな、どんなアーティストが出てくるのかなとかね、そうそう見れる人たちはきっと、うん、で、うん、でマイまあハイちゃんハイちゃんで、ね、マイカにもやっぱそういうのハイちゃんが通ってた道も今度一回共有しようかみたいな話になって、今日はじゃあ夜にやろうよってな、その時は、うん、ディープアップルとかはまあだから前、ね、過去このユーストより前のレッスンではちょこちょこあれどうした、なんか目腫れてない、なんかさここ刺されてない、うん、あこれはちょっと前に多分やけどお湯が飛んだのバイトでバイト鉄板洗ってる時にここは違うんですけど、なんか目痛くてなんか今日触らない方がいい、そうで、スモークザウォーターはやったけどもあまりこう、まあそれだからその場で終わっちゃいましたね、情報っていうかそのやっぱないわけですよね、そう若い子たちには。ライカは今スケールやってるからさ、ちょっとそのキーだけ教えて、そうだからせっかくなんで例えばスモークザウォーターだったらいいよ、いつの間にあんたその刻みがね私はあこっち好きそこから出てくる、本当忘れちゃった、このリフも覚えてないよ、覚えてない、あーやった、どうしたの、
そうそうそう。一応でも一通りやりましたよね、そういえば。やったよ。タコスケさんがすごいデーパープル第二期ですねって。そうそう。第二期。イアンギランの頃ですね。あ、そうだね。そうだね。ロックの定番来たってタコスケさんは喜んでおります。そう、今日だからちょっとこういう話をしてちょっと盛り上がった、ね。でも今やった今日ちょうどほら。最近聖者の更新をやってるからそうそうそう聖者の更新でアドリブをそうそうやるときにディーパークのスモコーダーワタの全く同じようになんか音小さくないえいけるのよないか、いけるのよわかんないです。なんで例えばこのもう曲そのままバッキング合わせて。はい。聖者の更新。聖者の更新。ワン、ツー、スリー。見たい。いや、どういうし、久々にこう、こっちから見るな。これと同じようにアドリブを弾いて。
あれ聞かないの？ヨコちゃんガンズって言ってるよ。ガンズか。ガンズこれどうだっけ？ってみんな知ってるこれ、うん？結構有名な曲ですよねこれね。うん、あ、そうでもない。あ、そうだからゼッペリンとかさ。ほら、ゼッペリンのロックンロールみたいです。ロックロールどうだっけ？マーシャルでさ、みんなコーヒーだ。そう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 。結構有名なリフが多いんですよね。多いよね。ハイウェイスター。
ビートルズですよね。チャイナグローブ。ああ、チャイナグローブは、
だからもうみんな一緒だよこれね、スモークオンザウォーターも、バーンはい弾く、いやアドリブ、起きたなんてクリームのクロスボードお願いだった、さっきやすはい、
の頭行こうか。みーちゃんも参加しないのって、うん、サックスの、サックスってかでもやっぱギターのさ、そういうのっていいね。みんなギターのフレーズっていうのがさ、こうギターやってるとテリーとあれで終わろうか。じゃあアイアンマンだけちょっとどうやってあげてよ、あれも。プロレスラーの入場のテーマ。あ、それで知ってるんだ。誰だっけ？誰でしょう？ブッチャ。いや、ブッチャじゃなくて、ブッチャは違うわ。これあのあれ、ほら、鎖振り回す。ブロ、ブロザブロディ。そう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 。ああ、死んだやつ。ハンスでもあったな。タカタタ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 タクリエーション。クリエーション。武田和夫。武田和夫のやつだ。ってなんだ懐かしい。あれだからさ、兄弟のあれ何でやってます。兄弟のコントじゃん。テリーファンク生きてるってな。ネプチューンだよね。あーそうだそうだ。お兄ちゃんだよ。あーそう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 。だからあれはテリーとドリーっていう、あーそうそうファンク、ファンク兄弟のプロレスラー。あー懐かしい。ハモってたんだよね。そうそうそう。生きてるってなんだろう。レッスンってうちのじゃないギターレッスンですよね。今メールが来たのはメールうちのじゃないって何？え、あのこのギターレッスンじゃないですよね。みんな関係してるよね、ギターレッスンはね。何のやつ？そう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 、マイカは3時から1時から3時から6時半からのやつから何かと。他にもう一曲プロレスラーの入場のテーマで定番なのが何ですか？何ですか？何ですか？ザ・ファンクスの入場テーマ。そう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 。テリー・ファンクとテリー・ファンク、ドリー・ファンクね。あ、そうだそうだ。あれあれだよ。あのいつだ。みんなザ・ファンクスの入場テーマって書いてある。あ、これがブロディだったっけな。どっちだっけ？アイアン。ロードウォーリアーズの入場テーマがダダンダンダンダ、そうだアイアンマン。そうだそっちだそっちだ、ロードウォーリアーズだ。でブロディが移民の歌。あ、今日のテーマだからマイカにそういうのやってもらおうってくる。まあ今日はサックスがないからサプライヤー、チェリーとソロで行く、ソロ合戦。サックスある？ある？じゃあチェリーサプライ行こうよ。今日のギター行けるわ。ソロ合戦？何？チェリーそうだ。この間最初さ、忘れちゃった。ソロ入れた。前回のチェリーだったわ。はい。構成だけつけみようね。桜はここまで。あ、じゃあチェリーから行く。チェリーで乗ってもらって感想のところだから2回回したらいいんだ。あやちゃん、感想はどこだっけ。感想は書いてないんだ。この前にあるんですよ、感想。これの上これと同じか。あ、違う、イントロと同じ。イントロと同じカメラのケースと。あ、大丈夫です。どこどうは、じゃあ、はい、イントロを2回回そう。パーソンとか
美が見れました。ジャマイカさんの歌付きで感想忘れちゃった。そんなもん今キーだけ合わせていく忘れたでアドリブだね。つけるだけのキーの確認だけしてA マイナーで。で、この間かっこよかったな、その一人で。そう。あれ忘れちゃった。あれ林さんのコピーしたのか。そうそう。いつの？適当にやったやつ。そう。適当にやったやつ。はい、行こう。でかいですね。どうぞ。はい。聞いてください。チェリの風に舞う花びらに変えて。
ます。うん。うん。いいじゃん。桜。あ、やっぱいつもより高い声だって。おお。ちょっと笑顔気にすると高い声になるんですよ。だから笑っとけってこと。今でも声今私はスコンで出てるから良かったんじゃない？ここが上がるとよく言うよね。ねえ、やっぱそうなんですね。なんか大好き人間体が数万いるちゃちゃちゃ。マイカちゃちゃちゃよ。本当？私がね。あ一員なんだ。コステクライブで一員。ああそっか。一員なのか。一員。あの、アゼミとかの代わりにと思って。あ、カポだ。カポ向こうだべ。ちょっとカポ置いてきちゃったんで、引かないでいいですか、これ。カポ4。4って書いてある。4、カポ4でこのコードだっけ。はい、そうです。そうか、俺もちょっとカポ、あ、カポ。カポないと辛いな、じゃあ。ありますこれで、これ、これ。あ。マイクも開かないやつがあるわ。おお、すごいいっぱい持ってる。ありがとうございます。てか これどうやって使うんですか。こっち下からの下でも、あ、ハイザーのマネですね。あ、どちらもいいよ、うん、ウィットへー。あ、これ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 がさ、噛んじゃってるじゃん、これ一回外して。あ、はい、頭はミートアップ、ミートアップ。マイカちゃんは何入ったんだったかな。俺だ。うん、エトさん最初から言ってる。まあ、適当に行くわ。しかない。冬の寒さに打ちひしがれないように、誰かの声でまた起き上がれるように、土の中で眠る命の塊、アスファルトをしのけて会うたびにいつも会えない時の寂しさ、分け合う二人、太陽と月のようで、実のならない花もつぼみのまま散る、花もあなたと誰かのこれからを、春の風を浴びて見てる、桜の花びら散るたびに届かぬ想いがまた一つ、涙と笑顔に消されてく、そしてまた大人になった、追いかけるだけの悲しみは強く清らかな悲しみは、いつまでも変わることのない、桜。
街の中見かけた君は寂しげに人混みに紛れてた。あの頃の澄んだ瞳の奥の輝き、時の速さに汚されてしまわぬように何も話さないで言葉にならないはずさ。流した涙は雨となり僕の心の傷癒す。人は皆心の浮き沈に手放したくない花がある。それはたくましい花じゃなく儚く揺れる一花びらの数とも同じだけ生きてゆく強さを感じる。嵐吹く風に打たれても止まない雨はないはずと桜の花びら散るたびに届かぬ想いがまた一つ涙と笑顔に消されてく。そしてまた大人になった追いかけるだけの悲しみは強く清らかな悲しみはいつまでも変わることのない君の中に僕の中に桜。この世に人しかない。冬の寒さに打ちひしがれないように、誰かの声でまた起き上がれるように。そうですね、これ人さんが大変。林さん、美和さん、ありがとうって。なんて幸せ者の前方だと思って。誰？本当です。あ、じゃん。あれ、パチヨシさんも来てるじゃん。あ、パチヨシさん、こんばんは。パチヨシさん？うん、あの、ジンベさん。ジンベさん。あ、まだ最初連れてない。みんな行こうよね。ジンベさん。行こう行こう。お蕎麦屋さん。そうそう。あ、お蕎麦屋さん。あ、今回、子供地球、あの、震災の子供たち、受け入れてくれた。じゃあ最後は英語の駆け足で終わるか。はい、はい。初日の歌で歌ハモリでハモリで堀さん並みに。これカップいらない。これカップいらなかったよね、うん、これはいらないです。適当にあいつらそばから撮ってよ。正確。サックスフューチャーって書いてあるよ。でも当日はなかった。あ、なかった。なかった。あ、結局いきます。じゃあみーちゃん歌で
はい、じゃあ適当にギターを弦弾きまくると、はい、はい、聞いてください、栄光の架け橋。ごめん、涙があった人して流した涙があった決して平らな道ではなかった。歩んできた道だ。あの時思い描いた夢の途中に今も諦めかけた夢の途中、いくつもの日々を越えてたどり着いた今がある。だからもう迷わずに進めばいい、栄光の架け橋へと。涙があった人知れず流した涙があった、いくつもの日々を越えてたどり着いた今がある。だからもう迷わずに進めばいい、栄光の架け橋へと。終わらないその旅へと君の心へ続く架け橋へと。すごい伸びがいい声だって。毎日腹筋してるの、うん、いや腹筋は全然です。じゃあそんなな。はい、ありがとうございました。高田さんが高田ちゃん起きた。高田ちゃんさっちゃんがさっちゃんが、ね、のことを高田さん、アンジュさんにも言う東より子に似てると思うっていうツイートが
さっちゃんが東尾理子に似てると思うって高田さんが独り言を言ったみんな東尾理子ってあの石田一生の親父の嫁だよね。誰？石田純一の嫁さん。名前なんだっけ？東尾理子。え？あの東尾理子は石田純一あ？プロ、プロゴルファーの娘ですね。そうそう。石田純一の嫁さんですよ、新しい、うん、離婚してにさっちゃんが似てるって。似てるかな？似てねえよ。似てないよね。絶対さっちゃんもっとなんていうの？なんていうんですか、大衆食堂のエプロンだっけ、割烹着、コーラクの割烹着、そうそう、割烹着味が怒られます。怒られるっちゅうパチパチ、ありがとうございます。お母さんが伊藤さんにはいつもいつも感謝です。どこどこ書いてる、うん、ほんと、のりちゃん、じゃあ、あの、早くだ、早くピザパーティー、ピザパーティーやって。あ、ピザパーティーね。もうずっと待ってんのに、ピザパーティー。11月は無理そうですね。はい、はい、あ、3時間だね。はい、これだけないですよと。じゃあ、あの、子供たちのビッグハットも終わったし、うん、今日の一枚も無事に、鉄道の写真も一枚も無事で終わったし、歌番組として再スタートして、毎回歌ってもらって、ギターレッスンは7000人来たし、ギターレッスン7300人来たし、うん、すごいです。は、いいこと起こりそうじゃんね、またということで、まだまだ、また差し入れの、あ、ね、さくらさんの差し入れも買ったし、と、はい、いうことで、はい、次週の番組の予告を、じゃあギターレッスンの時に陸前高田、じゃあ平泉の子供たちの話をしたし、はい、放送するの、はい、じゃあお知らせで、はい、次回は木曜日、木曜日もう一回再放送、はい、10の、この間、10の、え、新ライブどれかピックアップするか、うん、あ、コラボレーション企画ということですね、来年、ね、来年は子ども地球サミットと支援ライブのコラボ企画っていうことでやるんで、前回は3日の木曜日は子ども地球サミットの映像を流したんで、去年の映像を流したの、第2幕の、うん、10日の木曜日は今度は支援ライブ第1回目、第1回目かな、あ、じゃあ平泉とか連絡してあげたらいいかもわかんないね、うん、第1回目のやつがあるか、映像を流したいと思います。マイカーはそしてクミさん、そして第1回目の、広報番組になります。土曜日12日、やっと、この時は、内容盛りだくさんでお届けできると思います。アズミリナ、うん、で、14日はレッドイットブルーム、間違えた、明日きっとやってくる、はい、です、はい、はい、さあ、じゃあ次は木曜日に会いましょう、木曜日です、林さん、林、高田さんが林くんを見てるとなぜか骨骨ロック、骨骨ロック、骨骨ロックってなんだっけ、骨骨ロック、骨骨ロック、骨骨ロック、あれって何でやってたの、みんなの歌、じゃあ違う、何か、何でしたっけ、ポンキッキじゃない、タイムボタンじゃない、チキチキマシンじゃなくて、チキチキマシン、モレス、モレス、骨骨ロックなんだっけ、骨骨ロックはピンポンパンか何かそんなような感じのやつですよ。あ、今度ピンポンパン体操やろうかな。コンピューターおばあちゃんとか流れてる。みーちゃんピアス可愛いね、片方だって。本当？あ、おばあちゃん。両方とも。両方もありますって。そう。パタパタママとか。パタパタママとか、あの歌ってる。あれはなんだっけ？両方です。本キッキじゃなかったっけな。本キッキでしたっけ？あまりの声量どう問われ寸前だって。失礼しました。そこで流れてた曲ですね。ピンポンパン体操やろう。ギャグですって言ってるね、石田純一はギャグです。ポンパンタイトどうしたっけ、ポンキッキです、骨骨ロック、ポンキッキ、あ、そうか、やっぱりバズヤさんが前の腹筋してる、してません、してません、しろよ、お肉ばっかりついてきます、ポンキッキだって、え、そうなの、堀ちゃんが、はい、うん、ポンキッキだ、あ、ポンキッキ、骨骨ロック、モレース、違うかさあ、終わりますか、はい、はい、11時44分すごい、ね、10分後っちゃった、はい、まあ、じゃあそういったわけで次回木曜日のはい、ポンキキだ、ポンキキだってみんなありがとうございます、本当にはい、さ
それでは何を作らせみたい俺に。やっぱりよくご存知じゃないですか、意外に男性のこだわり個性が出て面白い。伊藤さんにも作らせてみたい。何を。意外に男性ブリザードフラワーですね。ああ、何それ。凍ってるフラワーってこと。おばあちゃんってそうなんだ。凍ってるフラワー、ブリザードフラワーって何だ。ブリザーブド、ブリザーブドフラワーか。凍ってるやつだ。お花保存するっていう意味で、全然枯れない。生き生きしたまま、生き生きしたままその長時間持つんです。いや、なんかただそのなんか痛いよ、そのままそんな感じですね。へ、そういう溶液みたいなものがあって、それにつけると、それをつけると、そうすると脱色、それはだって脱色層とかされちゃって。え、それってそれって何、ちょっとごめんな。え、どういうこと。じゃあ延々といけるってこと。それ延々とではないですね、多分。延々となふりしていけやすいってこと。え、終わりがなかったらすごい気にならない、それ。え、あ、でもずっともう飾っておけるんですよ。よくコンサートとかやるともらう、その紙のやつ。今結婚してるの、それ家に置いてる。え、ブーケどうしてるの。ぶっちゃけたんですよ。置いてあります。置いてありますよ。絶対だよ。俺この間コンサート会場で花束楽屋口で、はい誰かって言って渡ってるの見たもん。ね、してない。ジョークジョーク。それって何。俺全然分かってない。俺も行こうか。枯れない、枯れない3年ぐらい前から流行ってた、ね、そう。こういうケースとかに入ってたりとか、俺枯れないと怖いわ、俺は。へえ。終わりがないと、うん、なんか延々と気になるタイプ。気になるっていうのは、気になるじゃん。気になるじゃん。気になるわ。気になるっていうか不気味ですよね。不気味っていうか、ある日本当に延々、いや、やっぱ俺は合わないな多分。ブリザードフラワー、うん、ブリザードフラワーいいのかな、分かんない。なんか飼ってるペットが延々と生きたら怖いもんね。大曲には切り花を咲いた状態で有機溶剤を用いて脱水脱色し、続けて保存液となる復帰発生溶液を用いて水分と時間し、のりちゃん見てるじゃん、伊藤さんには向いてない。はい、向いておりません。乾燥させてんだ。なんか終わりがあってほしい、俺は。なんか、うん、まあそういう切な感じがいいですよね。寿命が長く、音と一緒に。なんか怖い。そうそうそう。10年以上保存できるって、長ければ。いや、もう絶対いらんわ。へえ。いらんわって言ったら今は。届くですよね。事務所に。え？あ、そうなの？それが届くんでくらい。え、じゃあそれを感謝するけど、うん、俺は感じできないね。多分。何も水もあげなくて。そう、でも、増加ではないんだけど、10年ずっと居続けるってこと。だからその代わり、その生きたままの状態で、本当に冷凍保存されるわけじゃないけど、うん、冷凍じゃないんですけど、そのままの姿で何年も延命する。これさ、水気に弱いらしいですよ。例えばさ、付き合ってる女性からもらったとするじゃん。あ、で、別れたとするじゃん。ずっと残ってる。すっごいしんどくない。思いとかって。それ捨てるでしょ。捨てる、だから、いや、死んでんのか、それは。生きてんの、生きてんの、いや、冷蔵庫だから。細胞は多分死んでるんだと思いますよ。でも、まあ、ミイラみたいなもんだよ。のりちゃん、私も保存してくれるのって。のりちゃん。聞いてますけど。のりちゃん、解凍して。ノリちゃんを保存したよね。ウォルト・ディズニーは冷凍保存されてるという噂があるっていう。へぇ、堀さん。だからあれでしょ、生き。まあそういう、将来そういう技術が出来上がったら、蘇るみたいな話。生き返りたい。でもちょっと綺麗じゃないですか、ウォルト・ディズニーは。綺麗ですよ。綺麗か。うわ。珍しい色とか作れる、ね、そうそう、ありえない花の色とか、黒い花とか作れるんですよ。着色によっては現実にない色が出せるらしいです。まあ、あとブルーの花とか。あ、でもなんか綺麗じゃん。堀さん綺麗ですよね。プレゼントブリザード俺とか。何死なないということです。そうかそうか、ごめんね、不気味傾向を強調してないです。そうですよね。ごめん、初めて聞いたやつだから。鑑賞用ですかね、あくまでもね。そうですね、鑑賞用なんで、うん、鑑賞用ね。はい、ありがとうございました。いやいや、
いろんなね、あるよね、これね。プラモデル感覚か。そうか、いろいろありますね。まあでも、いろいろあるよね、そうだね。まあ、結果、糸さんには似合わないということですね、クラは。ちょっと、花は似合わないよ、あれ。いやでもあのまあまあまあ届くとね、ちょっと楽しみですよね。めちゃくちゃ感動するのかもわかんないです、うん、それでプリンの容器を取っといてって言ってたんですか。あ、なるほど、ね、それのことなのかな。あ、かわいい花を送るので それに植え替えてくださいってことかな。そう、なんかプリンの容器は捨てないでね、うん、ってことはもうプリンの容器10年あのまま綺麗、ね、に洗っとかないとそういうことですね。食べかす食べかすついてたら大変なことになっちゃう。だって食べかす養分になりそうだけど養分ならないってことだもんね。食べかすはなるろ。食べかすは腐るだけだろ。うん、なんえでも養分はいらないわけでしょ。養分いらないんでしょ。ああ、いらないいらない。で、光合成もしなくていいんでしょ、うん、何もしなくていいです、うん、水に弱いから湿気が多いとこはダメらしいです。水には弱いんだ。でもそう、水には弱い。水は絶対にあげちゃいけないらしいです。逆じゃんな、そういうことですか、うん、そうだからもう細胞死んじゃってる。凍らせて細胞、お前細胞死んでる死んでるような子は死んじゃってる死んじゃってる。だって死んでるないじゃないの。だって生き返るだから、ウォルト・ディズニーも冷凍保存されてるんだったら生き返るつもりでしょ。うん、生き返るつもりですね。でもそういうね、未来の物語がね、いろいろね、出てるじゃん。漫画とかでも出てますよね。来年の脚本ネタになるかな。いや、あ、後藤さん、うん、あ、後藤さんじゃない。お、後藤だ。こんばんは。最近、浅井なんかでも、こういう、キコマの、うん、塩抜きしなくてもいいやつ売ってますね。半死に状態だし。ああ、あるよね。なるほどな。清水さんの頭上に植えよう、ブリザードフラワー。栄養分もあるし、だって言われとる。ああ、なんか終わるって言ってから、はい、ね、頭に植える、花植えるってなんかあるよね。何、なんかあの意外にハマりそうな気がする。伊藤さんが言うと、いや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 、あれなんだっけな、わかんないもんね、見ないとね。確かに。いや、でもでもそれを作るんだ。まあ、ここだけブリザードだけでここまで話が出てるから。なんだ、なんか今まであんなブリザードって、今さんがあのユーミンのブリザードを歌ってますけどそれはあのかなり、ね、冷たい方ですね。冷たい方ですね。冷えてる方ですね。冷えてる方俺、はい、この堀ちゃんのプレゼント、はい、ブリザード俺俺まあでもいろんな芸術あるわけですね、はい。番宣は、はい、じゃあそういうことで、はい、そういうことで、まあ、番宣終わりました、はい、終わりました、はい、はい、それでは長い時間、あ、後藤ちゃん、昨日ありがとう後藤くん。あ、でね、昨日ツイッターで今度今月の何のこっちゃいかな、あの言ってた、あの某航空会社のファースト、あー、ワイン、高級ワイン、あ、ちょっと濃いよちょっといいですか、これ覚えてる、わかんない、ちょっとだけ、あ、それのんびにも、ね、次が番宣者みんな来てる11月の26、そんなん言ったらそれ、うん、もうみんな一口ずつか、始まった、これ、じゃあ後藤ちゃん、これは違う時だ、違う、ね、間違えたかなはい、ありがとうございました。はい、はい、終わりますか。はい、32人では、はい、ギターレッスンは次は再来週ですね、はい、音の葉も再来週ということで、はい、ではもう時期12時じゃない、はい、はい、じゃあお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ次回はファンク編に突入、はい、行こうよ、まあ、もうちょっとロックやりたい気もする。ロック行こうよ、ちょっと仕込もうよ ね、はい、はい、あの高田さんよかったら、高田さん今度来いよ、行くよ、ベース持ってロックしようぜ、高田ゲストでね、あ、絶対楽しいと思う。高田さん喜ぶと思う。じゃあそういったわけで、はい、ま、まやねでいきますか。まやね、はい、せーの、まやねー。